暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ、ジャチ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪者、ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた英雄アバランチを強力に感謝する。よろしくね。英雄アバランチいないじゃん。お迎えどこだ。モーリーモーグリお？これをたどってこいってこと。さてはあたしを試そうって魂胆。いい度胸じゃん。
あっちもこっちもボロボロ。ミッドガルすっごい都会って聞いてたけどね。なんか拍子抜け。ウンタイが攻撃する前に壊れちゃいそう。
だよ。シュッシュッ、いくぞ。おう、よっ、えっ、あれ、もう匂いに慣れちゃったよ。いろいろ慣れちゃって都会に染まっていくんだね。私は大丈夫。中華、誰もいない。よっ、君、この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？爆破の影響でモンスターが…幽体が噛んでるなら…現在、5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降、被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た、アバランチの仕業やるね。いいね、私も負けないぞ。ユーフィー、あら、イエス、モーグリ、あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。アバランチって、ジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノ州はみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも道案内はいるよ。っていうか、ウノ州って？ウノ州は君たちのこと、まあ暗号だ。ふん、それにしても子供が来るとはな。蹴るぞ、こら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか、舐めてるだろ。絡むね。舐められたら終わりだから。ここだ、さあ入って。ニュースを見る限り、クラウドさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。人生の方が楽しみ。レッティングを上げない。ビリーボート、ポルコだ。そして、ナヨ。私は、ウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより、究極マテリア奪取。
ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた盟友アバランチよ、強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のサノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中、毎日楽しんでるみたい。なーに。ねえユフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。え、あ、ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。はいはいはい。ん？おお。食べ物なのかい？すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。ああ、それな。 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。神羅を甘く見ちゃダメだよ。うん、神羅ビルがどこにあるかは。そうだな、ビリボーにでも聞いてよ。ああ、それよりさ、究極マテリアは神羅ビルの中なんでしょ？神羅ビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。神羅ビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。神羅ビルの中についてはナヨが詳しいよ。彼女に聞いてみるといい。旅大変だったんでしょ？ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？神羅ビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、神羅カンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど、究極マテリアは神羅ビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって？一言で言うと大人の街ね。大人の街、いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほ？で、酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでもダダクだよ、あれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え？どこにあるのか知らないし、行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほう、ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな、亀道楽。
は？亀道楽のチラシを張り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら？行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。あれでしょ？シミュレーターするマシンのことでしょ？え？まあ、シミュレーターするというか、仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでもめったに見られない最新型さ。どうだい？試したいだろ？別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。時系団の詰め所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。退屈だったらコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート？あ、ごめん、ウノシューは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないな、コンドルフォート。じゃ、簡単にルールを説明するね。
やるなユフィ、さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう？ポルコが弱すぎるんじゃない？ああでも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。私任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。あーもう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった、あんまり遠くへは行かないようにね。コンドルフォートやってく？本当は弱いのかな。
コンドルフォートやってく？協力者を選定中。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし、うん、まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。ほーん、なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。今一歩力を及びませんでしたね。ですが貴重なデータを得られました。今回の戦闘を分析して次こそはねじ伏せてください。召喚獣との戦いに臨む準備ができましたか？準備ができたらいつでもお声掛けください。キリエちゃんとコンドル、はいはい、コンドルフォートなら1階。あ、ご新規さん？てか何なのそのお子様な格好。え、これお子様なの？ひたすら可愛くない？ああ、なるほど、センスわかんない人だ。ニットがある女め。え、ねえねえ、コンドルフォートやんない？私修行中なんだよね。おっといいね。でも私対戦料もらうよ。1回3ギルです。
スがいいからね、私。ほら、付き合ってあげたんだからさ、7ギルちょうだい、7ギル。やなこった。中堅スタンプのお使い始まり。私なんだよね。何よ。こっちだって人生かかってんだ。引き下がるわけにはいかねえぜ。
俺の賞金がピヨピヨと飛んでいく。シンシンシン、堕落してるやつ一人倒した。え、なんか言いました？ミッドガルには負けないんだ、私。